สวัสดีครับマイケンタイランドのまゆかです。今日は特別にゲストをお呼びしています。ชินฮาคุณです。สวัสดีครับสวัสดีค่ะชินฮาครับผมชินฮาคุณは私たちまゆかとケントがよく行くレストランのオーナーさんの息子さんで店員さんで働いています。日本語も喋れるので今日はこちらの日本のお菓子を食べながら日本についてお菓子についておしゃべりしたいなと思います。お願いします。はい、お願いします。じゃあまずこのタラタラしてんじゃねえよ、これを食べていきたいなと思うんですけど、これは魚のすり身を使ってて、ここに激辛味です。ブロッペッマー書いてます。辛い、ペッ、ペッマー、オッケー。実際辛いか、どう思うね、ペッレ。日本の激辛はタイの方に通用するのか。確かに。じゃあ開けていきましょう。うん、辛い？いいえ。マイペン。辛いじゃない。辛いじゃない。全然辛いじゃない。ไม่เผ็ดเลย。ไม่มีความเผ็ดเลย。แต่ตองเขียนว่าเผ็ดมาก。สุโกย辛い。でも。じゃない。辛くないって。はい。うん。でも美味しい。อร่อยแต่อร่อยดีครับคล้ายคล้ายทาโร่ทาโร่มีไตนี่ไตนโอคาชินีทาโร่っていうのがあって同じような魚のすり身の細長いお菓子それに似てるみたいです。อร่อยอร่อยอร่อยแปลกๆดีอร่อยนะ。今日用意してるお菓子は日本の駄菓子って言って古いっていうか昔ながらのお菓子みたいな。子供。子供の頃からみんなが食べてきた。おお。カノン、カノン、キンタンで。うん。ああ。昭和、鉄時代か。昭和。昔。昭和からあったお菓子。うん。おお、すごい。タラタラしてんじゃねえよは、50年ぐらい歴史があるって書いてある。うん、かわいい。50ピー。かわいいは50ピー。うん、50年。じゃあ、続いて、キャベツ太郎を食べていきます。ガランピー。ガランプリー。そう。名前はガランプリーだけど使われてるのはコーン、コーンがメインかな。บอกว่าเป็นกะหล่ำปีแต่เขียนว่าเป็นข้าวโพด。ใช่。นั่นดิ。ไม่ใช่กะหล่ำปี。ใช่。ไม่ใช่กะหล่ำปีทำแต่ใช้ข้าวโพดทำ。แต่เขียนว่ากะหล่ำปี。ใช่。ทำไมอ่ะโอเคคาเบ็ต太郎は1981年から販売されてる。じゃあ42年ぐらい。お、きんむんたこ焼き。たこ焼き、確かにソースが使われてる。このソースがたこ焼きに似てるかもしれない。食べましょう。オッケー。言われてみれば、確かに人の味。ピオ。あ、ピオ人の味。ピオは日本語は。酸っぱい。あ、はい、酸っぱい。でもオッケー、辛い。辛い。辛い、แปลก、変なお菓子。え、変な美味しい。はいはいはい。タイにこの似てるお菓子は。はい。うん。เรียกว่า
カラダ。カラダ。はい。で、見せてほしい。これです。ああ、これカラダっていうの。はいはい。へえー。タイのお菓子のカラダっていうイカ？イカなのかなあれ。イカ、はいはい。イカの写真がついてるお菓子に似てるそうです。美味しいね。これ。美味しい、はい。美味しい。ちょっと酸っぱい。うん。変な美味しい。変に美味しい。はい、でも私美味しいです。あ、よかったです。ちなみにシーハー君この前日本に旅行に行ってたよね。来パイ日本ない。パイ。日本。あ、はい、ね。そうそうそう。この前大阪。大阪と京都。大阪から京都。何を食べた？ハンバーグと、牛丼食べない。でも来年は食べます。あ、牛丼。はい。どこの牛丼が気になる？何の名前？牛丼といえば、好き。吉野家。あ、吉野家。はい。あ、いいね。吉野家も美味しい。たこ焼きは食べた？ない。ライはやお。ああ、いっぱい並んでたから。私イカでタコ食べない。ああ、そっか、タコ食べない。大阪のアケ。あ、串。あ、こっちアケ。はいはいはい。串カツかな。串カツ、はい。ああ、串カツ食べたの。เป็นหลายอย่างทอดชุบแป้งทอดยาว แล้วก็จิ้มซอสแล้วก็กินอ確かに美味しかった美味しかった串カツってことは通天閣どこで食べた？でも道頓堀。道頓堀で食べたんだ。いいところ、はい、ね、大阪らしい。ほんとにたこ焼きはこれまでで食べたことありますか？タイの？タイでも日本でも、はい、ある。はい、ある。でもタコじゃない。タコじゃない。魚焼き。でも日本人もタコが入ってなくてもたこ焼きというかたこ焼き器でなんかいろんなもの具材を入れて作ってたこ焼きパーティーみたいなのをしたりもするから。日本人とかがお店とか たこ焼きパーティーたこ焼きパーティーとかをお家でやったりする。あそこにね、たこ焼き焼くやつがあって、あれでたこ焼きじゃなくてもいろいろチーズとかウインナーとかコーンとか入れて、おー、面白い。面白そう。面白焼きみたいなのをそうやったりする。みパーティータコ焼きで日本。あまあ、たむタコ焼きか。はい。そう、そのパーティーか。タコパ。そう、タコパ。タコ焼き。タコパ。パーティー。タコパ。日本の名前はちょっとサル。あ、そうそうそう、サル。次行きましょうか。じゃあ次はこちらのトウモロコシワタロ。じゃん。コーン、カポーテ、トーン。カポーン。ですね。じゃあ開けていきましょう。オッケー。これタイのお菓子みたい。あ、本当？はい。トン。ชิมก่อน มวยไก่ เหมือนขนมไทยอันนึงแต่ว่าอันนี้รสชาติจะเบากว่าไทยโนโอคาชิวาโมโตเค็มคอยใช่เค็มกว่านี้หน่อย確かにこれちょっと味は控えめかも。タイのお菓子で似てるやつがあるそうです。ただちょっと濃い味が濃いらしい。でも美味しい。
えー、やばい。あ、全部美味しい。よかった。これはいつからあるお菓子？タロは何？タロは、うーん、男の人の名前といえばみたいな。お名前。お、うん、山田太郎さんと。ああ、魚じゃない。ไม่ใช่ปลานะทาโร่ทาโร่ไม่ใช่โอเคเป็นชื่อคนอันนี้ก็ทาโร่อันนี้ก็ทาโร่ในคันจิเดทาโร่มรกชิทาโร่ว่า1982 ปี40ปีนานมากเลยไทยโนเปิดถุงแบบไทยนี่ฮงนี่ฮงมาทัชคานิโซ่ก็มาซื้อมาโอเคโอเคจ้า次いきますよ次はかば焼き三太郎うふなぎイメージはイメージはうなぎのかば焼きっていう、うん、うなぎのかば焼きうなぎのかば焼きバーライバーライヤンソーそうそうそうあのうなぎの味付けのお菓子、うん、みたいなあ、あんにลูกเป็นปลาไหลแต่ไม่ใช่ปลาไหลโอเคこれ子供の頃すごい好きだったうわちゃんでそう硬いの硬まーそうそうそうバリッバリバリうんにょああ、これマユタン食べてた時ああ食べてたおーちょあにーうわ、ちゃんでうんとんでっでっマユタン食べてたそうこれはいわあれはあでもคุณได้กินกันไหนอ้าวฮึ่มที่ไทยเป็นเบนโตะไทยโนทาเวลเบนโตะให้อืมจะเป็นตัวต่ออะไรเป็นคาไรเบนโตะคาไรชุดคาไรก็มองใช่ของไทยเผ็ดกว่าเยอะ言われるまで気づかなかったなんか確かに似てるかも弁当にはいいいこと聞いちゃったでも初めて見た日本人の人今話してる弁当っていうのを聞いて何のことか分かってないよ。あ、確かに。タイはタイの名前は日本のトキオ、ขนมトキオ。ああ、トキオ。タイ喜欢เอาชื่อญี่ปุ่นมาตั้งเป็นขนม弁当トキオ A なんだろう。あとなんだろうね。北海道。北海道北海道ไม่มี。北海道ありません。จำได้แค่นี้ก็คืออ่ะกระต่ายกระต่ายกระต่ายหวานหวานว่าอัศวีอัศวีจะไหนอัศวีร้อนไม่ใช่ร้อนอาไม่ให้ชุดโตอาไม่ชุดอาไม่อ่ะใช่ใช่ญี่ปุ่นっぽいよねはいうん日本の砂糖と多分醤油の味だと思うあ砂糖と醤油を混ぜた味かな砂糖は砂糖は何砂糖砂糖は何なあ、ナムタンおー、ナムタンうん、ナムタンが醤油醤油シーユ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  khảo タイはシーユ khảo あでも醤油は醤油あ、醤油は醤油なのはいへぇーシーユ khảo はイン醤油は醤油は日本イン本知らなかった。醤油イコール塩だと思ってた。はい。違うんだ。醤油は醤油。醤油は醤油。面白いね。あ、あ
はい、อร่อยでもタイ、คนไทยน่าจะชอบเบนโตะเบนโตะคาไรคาไรคาไรเผ็ดมากก็เลยคนไทยน่าชอบเผ็ดมากกว่าโอเคคนเลยเก็บไว้กินทีหลังはい、では最後にこちらの中野の宮古昆布、はい、食べていきます。え、昆布。昆布。食べて。昆布。昆布。サライ昆布。海の。あ、ああ。サライ。ちゃい。え、サライ、ขนม。そうそうそう。まゆかも食べたことがないんです。ほんまに？本当よ。多分これタイの方は多分初めて食べる味かもしれない。はい、初めて。じゃあ開けてみようか。タイの人は昆布は食べない。昆布。私เคยซื้อจากช้อปปี้ช้อปปี้มาทำอาหารมาคุกกิ้งจิ้วดงจิ้วดงโตตามิงอุดงอุดงคอมบูแล้วหอมคอมบูอ่ะอีนิโอยนาเบะโมอิซึนะนาเบะซุกี้ก็ใช่ซุกี้ญี่ปุ่นไม่เคยกินอ้าวそうなんだ私も初めてのみやこ昆布食べていきます歴史がありそうです昔からうーん中にまたボトルがあるนั่นอีกคนเลยนี่อะไรเนี่ยเหมือนเยลลี่โอ้ยำใบเนี่ยโอ้หืมกินสุดยอดเลยとりあえず1枚いこうかเอ้มันกินได้ใช่ไหมเนี่ยกินได้ได้ยังแต่โอเคいただきますเอ๊ะちょっと酸っぱいเปรี้ยวสาหร่ายดองเหมือนสาหร่ายดองคอมบูเอหมักกิมจิกิมจิใช่กิมจิその発想はなかったかもしれんなんかお菓子って感じがしないね。はい。เหมือนบวยบวย梅梅はい梅สุปไปแบบเดโมโคเลมีเค็มนิดหน่อย อันนี้เค็มๆนิดหน่อย มันมีเค็มเบาๆแล้วก็เปรี้ยวเหมือนมันหมักแต่ว่าแปลกๆแปลกมากเห็นโอคาชิไทยにもない似ているお菓子タイにないมีแต่ไหนไทยว่าคอมบูอาริมาเซ็นอ๋อใช่ไหมไทยว่านะปลาร้าไทยว่าเป็นปลาร้าดีกว่าปลาว่าส้มตำใช่ปลาที่จะเค็มๆ確かにใช่โอเค食べれる กินได้กินได้ใช่よかったอันนี้กินได้แปลกๆแต่結構変わったอร่อยอร่อยแหละโอชิกันนะอ่ะ
ダメかな。はい。厳しいかな。すごい匂い。うん。確かに。意外とね、匂いがきつい。すごい。すごいやばい。今ね調べたら、うん、キャベツ太郎あるでしょ。うん。うん、これなんでキャベツ太郎って言われるかというと、はい、青のりをかかった姿が、うん、キャベツのように見えるから。へえ。見える。このこれがキャベツに見えるからだって。タッカベみたい。キャベツみたいです。だからキャベツ太郎っていうらしい。ああ。うん。あ、タロウ。これタロウ。タロウ。これはもうタロウ。タロウ。オッケー。お名前にタロウがついてます。オッケー。でもこれやばい、美味しい。美味しい。あ、これ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 、ชอบชอบแบบแปลกแต่ว่าอันนี้แปลกเกินเฮนโนโอชิวะสุกิเดสเดโมโคเรวะจดโตเฮนคาวาตาจิใช่また他他にもいろんな日本のお菓子があるんだけど今日は昔ながらの古いお菓子を食べてもらいました日本にはねもっといろんなお菓子があるしタイと似てるお菓子もあったり全然違うお菓子もあるのでまたこれからも紹介できればいいなと思います。はい、というわけで私たちのチャンネルではタイのいろんなところに旅行に行ったりタイのいろんなものを紹介したりあと日本のこともちょっと紹介したりしています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンとお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。ขอบคุณครับ。ขอบคุณครับ。ขนมอร่อย。อร่อยแหละ。โอเค。ありがとう。ありがとう。ครับ。あれครับผม。今日ご出演いただいたシンハー君が働くお店のご紹介です。シンハー君が働くお店はウープラデークさん。最寄り駅のホワイクワンから徒歩20分、バイタク5、6分。ソムタメやコムヤンなど定番タイ料理はもちろん、他のお店では見たことがないタイ料理もたくさん。どの料理もとても美味しいです。ぜひ行ってみてください。